追走に7番鈴木秀明、静岡勢の動きを察知した5番マサゴ突っ張って、2番大越圭介は位置変えず4番手を守る形になりました。7番鈴木秀明が今度はこの大越と並ぶ形になりまして、静岡勢は連携早くも崩れています。マサゴ先頭、安藤2番手、そして塩満3番手、展開有利に運ぶ西日本ラインを追走し続ける栃岩両者は2番大越圭介、4番戸部博信、降りた7番鈴木秀明は今度はこの栃岩ラインの後ろです。先頭風を切って5番マサゴ栄作、3番手6番塩満健二、その後ろに2番大越圭介の体勢、縦1列で残り200、マサゴ先頭、安藤2番手絶好で、3番手6番塩満、ショートまくりで2番大越圭介がものすごい勢いで迫って直線に入りました。マサゴ、安藤、そして大越圭介、2番の大越圭介が降臨、2番大越、そして5番マサゴ、1番安藤、3人の勝負。